聞こえる？聞こえます？いけたー、来たー、いけたー、やったー、来たー、できたー。待って待って、ちょっと一瞬待ってね。メイドさんが来る。え、待って、めっちゃ時間ロスりましたね。え、ごめんね、疲れてるのに。え、全然全然よかった。イエーイ。え、よかった。できないこと。いや、ワンちゃん、なんかわ、やばいね。あと10分しかない。10分しかないから、ちょっとね、恋愛履歴書作る。ちょっと待って。似合う。そう、もうずっとからって。やばい。待って、恋愛履歴書。作りたかったね。さ、時間いけるから。え、いけるいける。え、もう先に作っとけばよかった、ね。ママー、ちょ、携帯貸して、今 iPad の接続切れちゃった。ママー、ウケる。めっちゃダッシュでもう爆速で帰ってきた。ごめんね、ほんと疲れてる。え、全然全然全然、久しぶりですね。久しぶり久しぶり。 LINE でテレビ通話もしないもんね。うん、しない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 からさ、顔見んのめっちゃ久々だわ。え、めっちゃ久々、すごいわ。あ、そうそう、なんかのんのんさんね、今イベント中なので、星とかあったら皆さん、のんのんさんの方に行って投げてください。はーい。いや、爆速で姉ちゃんに答えてもらうから。うん、めっちゃ爆速で行こう。爆速で答えてもらう。あと12分あるから。爆速爆速。恋愛履歴書。はい。履歴書。ママの携帯を奪ってきましたのでね。やった。やばい、Wi-Fi、Wi-Fi。ちょ、Wi-Fi 切ります。Wi-Fi、Wi-Fi。行くで。はい。行くで。はい。藤園レイ。レイ。男、女？女！何年前だっけ ?2005 1月18日。あ、2006にしちゃった。2005の1月18日。いきます。はい、爆速。もうそれだけでできるの、女性の友人だけが集まった席で、とある女性 A が、私寂しかったら浮気しちゃう可能性あるかもといったことを、後日女性 B が SNS 上でバラしてしまったとします。うんうん、あなたが同意できるものを全て選んでください。これ時間あるからいけるかな。いけるいける。浮気するような人はそうやって誰かに公開されて当然だと思う、仕方がないと思う。うんうんうん。女性 A は浮気するかもなどという危険な発言をした時点でバラされる覚悟が必要だったと言える、自業自得だと思う。うん、うん、思うの。何個あるの何個あるの。めっちゃある。めっちゃあるの。めっちゃある。ちょっと適当にバーって言って。え、何問ぐらいある。何問ぐらいある。めっちゃあるめっちゃある。ねえ、先言ってよ。言ったよ。女性 A は友人を信頼したことが間違いだし、うん、自業自得だと思う。うん、自業自得だ。本当のことがバラされても仕方がないと思う。うん、仲間内の発言を SNS で晒してしまう人が一番良くないと思う。え、それにする、それにする。あ、それにするの？じゃ全部だし？それにする。ところで寂しかったら浮気していいわけがないが、場合によっては仕方がないと思う。え、待って、じゃあさ、私が、それに対して答えたやつに一番近いやつをやってった方が早いかもね。わかった。じゃあ質問は何だっけ？女性 A が、女性の友人だけが集まった席で、うん、とある女性 A が、私寂しかったら浮気しちゃう可能性あるかもと言ったことを、うん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 、後日女性 B が SNS 上でみんなにバラしてしまいました。どうする？うん、浮気するのも悪いけど、うん、バラすのも悪い。浮気するバラすのが悪い。じゃあこれで。うん。次は次。世の中の全員の知識や技能が一旦なくなったとして、あなたが当てはまるものすべて選んでください。一週間ダンスしてさ、普通に人より踊れる？踊れない。最後、ボタンの付け方とかさ、普通よりできる？できん、できん。
え、スーパーのレジ打ちは？できん。マージャンやボードゲーム？できん。平安時代の歴史とか？できない。なかなか習得できない。オッケー、次。あなたが海外旅行をした時にフレンドリーに可愛い動物を抱っこさせてくれた男性がいて、動物と一緒に写真を撮ったら1万円ほどの金額を請求されました。うん。怒る。泣く？泣くか、払ってしまうか、うん、感謝して1万円を払うか、うん、1万円はさすがに払わないで交渉して払うか、ともにもかくにも絶対に払わないか、きっちりやり返す。きっちりやり返す。次。はい。人柄、人柄、あなたの人柄、うん。感謝する人とか尊敬する人ほぼいない？いや、めっちゃいる。割と、単純にすごいなって思うタイプ？うん、思う。芸能人やアーティスト、何かのキャラ、うん、ほぼなんか推してる？なんか推してる人いる？いる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 。複数人とかで会話してるときに、自分の意見とか求められてないだろうなって思う？いや、求められてると思う。で、ネットで出回ってるニュースとかさ、信じない？そのまま。ネット？うん。でも物による。信じるかも。じゃあ信じる。災害時に出番を生み出そうとして広めることができると思う？できない。クラクションに、車にクラクション鳴らされるじゃん。うん。へこむとか引きずるとかする？なんも？なんだよって思う。この世界は完璧ではないが、それでも概ねいい世の中だと感じる？いい世の中だと思う。改めて自分は幸運な人だと思う？思います。よし、次。はい。こういう気持ちを言っていいものか、いや、抑えるべきか、こういう要望していいものかと葛藤することある？ある。疲れる？それ、葛藤してんのに。ん？葛藤するの疲れる？めっちゃ疲れる。怒り湧いてくる？葛藤してたら。んーね、自分に対して湧いてくる。次。恋愛観などについて。要望で自信のある異性とは正直張り合わないと思う。ソリか。うん。気丈で自信のある人好き？相手が？うん。うん、好き。誰かとデートすることになったとして、二人がちょうどいいデートコースを、うん、デートコースを発案できる？二人で？うん。決めてほしい。世間知らずとか友人不断な人は見た目がそこそこ良くても恋愛対象になりにくい？なりにくい。デートした相手が、どっか意味わかんないところで泣いてたら、うん、ちょっと冷めるとか引くとかする？いや、引くっしょ。不安だとしても自分の交際相手モテててほしい？モテてほしくない。マジ？うん。もうこの後の人生で恋愛する相手は一人でいいと思う？嫌だ。友達が多くてファッションいつも磨いてる人とまともに付き合っていけると思う？友達がなんて？多くてファッションいつも磨けてる人。うん、うん。やばい、あと5分、やばい。やばい、やばい、やばい。私なんか適当にやっちゃう。やっちゃって、やっちゃって。わかるでしょ。勉強、自信なくした時や疲れた時、誰かの食事をしたら、それは同性と異性、どっちと食事行きたい？同性。異性3人と自分、女子1人で、うん。話広げられる？話広げられん。引っ込み思案な同性の小学4年生と2時間一緒にいることになったんだけど、仲良くなれる？なれる。あ、じゃあそれが海外の人になった場合は？なれる。SNS で友達と繋がってんの好き？うん、好き。写真撮るとしたら一人で撮りたいかみんなで撮りたいか？みんな。複数人と会話するの好き？好き。なんだかんだ人間関係と恋愛どちらかでいつも悩んでいる気がする。どっち？悩んでない。あなたの活動、朝7時に集合するの疲れる？疲れない。疲れない。活動してすぎた日はたまに熱が出る？ない。一旦横になるとめんどくさくてできる限りトイレを我慢する？ない。何らかの都合で3食ぐらい連続でファーストフードを食べることになっても別に気にならない？気にならない。近くにいた
あの幼稚園児がめっちゃ笑顔でなんか自慢してきたら、それ褒める？褒める。おお。やばいやばい。めっちゃあるね。ほとんど面識のない人からいつの間にか好かれていたこと何回かある？ない。好かれて、面倒だったら嫌だなって思うから、もう少しその人のことをそっけなく、なんか、好かれた人をそっけなく振ったことある？ない。ってことでね、あの、時間がないので、これは後からレイちゃんに押し付けて、また公開したいと思います。公開する。めっちゃ面白いね。これで、なんかね、わかるんだよ、履歴書とかが。あ、ほんと、私、一回それ自分でやったことあるの、実は。あ、どうだった？一回ツイッターかなんかで流行ってたよね。そう、流行った、流行った。それでやって、めっちゃ当てはまってた。送んなかったっけ？聞いてない。もう、めっちゃ LINE 来る。ちょっと、やめて。ね、めっちゃ来るね。LINE のさ、LINE の通知、あの、レイちゃんのさ、あの、見ようと思ってさ、通知つけたら、めっちゃ LINE うざいんだけど。ってことで、ランキング発表します。イェーイ。10歳、くましろさん、ありがとうございます。12位、じゅんたろうさん、ありがとうございます。11位、りかさん、ありがとうございます。10位、ベニズワイガニエビミさん、ありがとうございます。9位、キラキラボスさん、ありがとうございます。8位、ターボちゃん、ありがとうございます。7位、クライニングさん、ありがとうございます。6位、スノーさん、ありがとうございます。5位、ダイちゃん、ありがとうございます。4位、エイトさん、ありがとうございます。3位、ひろゆきさん、ありがとうございます。2位、ベンさん、ありがとうございます。1位は、海さんです。ありがとうございます。海さん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、私の順位、誰か、スクショしててください。あとで言います。ノンノンさんは今、ね、ビスのビスさんの、ビスだっけ誰がのイベントですよね、今。あ、そうそうそう。そう、なので皆さん、いつまでですか明日明日明日までだそうなので、皆さんぜひ、なんか、インスタのストーリーに、明日のなんか日程表みたいな載せてるの、なんか見たので、皆さんそれぜひ、そう、これこっちかな？どっちだろう？こっちの。いい子だね。ぜひ皆さんこれ遊びに行ってあげてください。見てね。あ、私も明日オルガン坂の間に見れるかも。やった！見て、皆さんじゃあ明日。ね、ぜひぜひぜひ。いい子ですね。見てください。ありがとうございます。頑張ってほしい。てか、やばい、59分じゃん。履歴書、後で。あとでやりましょう。ありがとうね、来てくれて。ね、いや、全然めっちゃ楽しかった。やります、恋愛履歴書。ちょっとしか。またやろうね。やりましょう。これ勝手に消えるの？うん、多分10時だったら勝手に消える。10時まで？10時まで。頼もう。だって1個上。ありがとう。またやりましょう。いつ切れるの？明日6時からだよ。頑張るよ。早起きめっちゃ。あ、だから最近早起きなんだ。そうだよ。朝めっちゃ LINE が6時とかに来る。早っと思って。ねえ、頑張ってください。イエーイ、いつ終わるんだろう。ありがとうございました、ね、みんな。疲れてるのにごめんよ。全然全然超元気、16歳なんで。バイバーイ。17歳も元気です。全然。